やっぱりあの100%粗利保証すればよかったんですよ。ええ。何十億かかるか、何十兆円かかるか分かりませんけども、やっぱり100%粗利保証バーンってやる。そうすればもっと早くに、こんなね、今ぐらいに緊急事態宣言なんてやる必要なかったと、私は確信してますけどもね。はい、皆さん、こんにちは。ファミリー会です。今日はですね、まだ5月の11日まで、緊急事態宣言が終わりませんけども、またこれさらに延長するんじゃないかという、まあ、議論あります。まあ、延長しても、もうあまり効果ないと思うんですよね。まあ、唯一効果あるとすると、だんだん5月、6月、7月、暖かくなるじゃないですか。そうなると風邪っていうのも引かなくなるじゃないですか。その気候の変化ぐらいじゃないですかね。緊急事態宣言。まあ、延長したとしても。でですね、この緊急事態宣言なんですけども、この緊急事態宣言、とりあえずまあ、飲食業、特に飲食業、飲食店舗ですよね。お酒出さないでくれ、というふうなことを、言われてます。だからまあ、お酒出さないで、まあ、指示に従った、ところもあるでしょう。あるいは、お酒出さなかったら、例えば居酒屋ですよね。お酒出さなかったら、もう話にならんよ、と言って、まあ、休業に、入った、店舗もあるでしょう。しかしですね、これ無視して、まあ、酒も出すよと。もう営業して酒も出すよと。夜遅くまでやるよと。という店舗も実はあるんですよ。実はあるんです。その代表格と言っていいのが、東京都を訴えたんですね。この企業。グローバルダイニングという企業なんですけども。で、今日のお話はそのグローバルダイニングのお話なんですけども。なんと、ここ、1月から3月期、増収増益になったそうです。ちょっと読んでいきますね。これは日刊現代からの、まあ、記事なんですけども。こういうことが書いてあるんですよね。3月22日の話なんですけども、東京都から、新型インフルエンザ対策特措法に基づく時短命令を受けた外食店のチェーンのグローバルダイニングが時短要請を違法として、都に対して損害賠償請求を行ったのは記憶に新しいだろうと書いてあります。まあ、東京都に、まあ、その、確か1円でしたっけ？確か1円なんですよね。だからその、緊急事態宣言のその、意義を問いただしたというふうな感じなんでしょうね。でですね、その同社の、長谷川光三社長は、一部の有効施設への営業を容認しながら、例えばプロ野球とかやってますよね。外食産業には締め付けを、迫っていると、投資長。まあ、今はまあプロ野球とか、まあ、J リーグとかやってますけど、まあ、観客満員にはできませんからね。ただ、この外食産業の締め付けが、これ厳しいんですよ。そのお酒がダメだとか、時間が決められてたりとか。まあそういうことで、そういった意味で締め付けがもう他のところよりもずっと厳しいと。これ違法なんじゃないかというふうなことで、まあ訴えたということなんですよね。でですね、まあ当然今のお話のように、このお店、時短はもう行ってない。行ってないし。お酒の提供もやってます。でですね、ちょっとこういう書いてあるんですけども、夜の街は閑散としているが、グローバルダイニングの店舗は賑わいを見せているという、4月30日金曜日の夕方、同社のイタリアンレストランカフェボエーム銀座を訪れたと。で、入り口には27時30分まで営業しています。夜中の3時半まで営業していると。大きく印刷された紙が貼り出され、店での禁酒令が要請される中、遠くまで飲み食いができるとあって、店内はほぼ満席状態と。足を踏み入れると、ご予約ですかと聞かれるほどだったと。そういうふうなことですね。で、このカフェラボエムのホームページによると、当社はこの度の緊急事態宣言下におきましても、時短休業要請には応じず、平常通りの営業を続ける方針です。酒類につきましても提供させていただきます。ただし、一部の商業施設内の店舗につきましては、施設の方針に準じ、営業時間の短縮、または臨時休業、酒類の、提供休止等の措置を取っている場合がございますということですね。まあ、とりあえず、まあ、堂々制限していると。で、まあ、同社のアジアンレストラン、モンスーンカフェなど、各業態でも一部商業施設などを除き、緊急事態宣言中も通常通りの営業を行っているということなんですよね。
でですね、ここなんですよね。4月30日に発表した同社の1月から3月期ですね。の決算は、売上高20億4700万円。営業利益、1億9600万円。純利益、1億7500万円。と、大赤字の前期同期。とは、打って変わって、増収、黒字転換を果たしたと。いかなる状況でも営業を続けてきたことが結果として実ったということなんですよね。やっぱりまあ、多くの店が、その政府の要請、政府や党の要請を飲んでますね。まあ、例えば、まあ、時短ですよね、時短。20時までにやめるとか。あるいはもうお酒提供できないならもう休業するというふうな感じで、まあ、要請に応じてます。ということは、要請に応じてない店っていうのは本当少ないんですよ。じゃあどういうことが起きるかというと、ブルーオーシャンですね。もう敵一人、敵、まあ一つないところで、もう青い海の中で、堂々と、もうガンガン入れ食い状態。という風な状況なんでしょうね。で、この記者さんはですね、グローバルダイニングに話聞いたそうです。そしたらこんなこと言ってたらしいですね。売上に関してモンスーンカフェは一部商業施設に入っている店舗もあり、施設ごとの時短営業に応じていたため微増でしたが、ラ・ボエムは住宅街に立地している店舗が比較的多いため、通常営業のほか、デリバリーやテイクアウトが貢献し、大幅に伸びましたと。デリバリー、あ、やっぱテイクアウトですね。やっぱ持ち帰り、イタリア料理屋さんですからね。まあ持ち帰りも全然できるんじゃないですかね。まあその他、海外の売り上げが前年比で倍以上になった影響もあると。ということで、今言ったように、まあブルーオーシャン、まあ一人勝ちみたいなそんな感じなんでしょうね。でですね、やっぱり東京都訴えたということで、知名度も上がったということも言えるらしいんですよね。でですね、こういうことが書いてあります。電話でやっていますかというお問い合わせが増えているほか、来ていただいたお客様から応援してますと、声をかけていただくことも多いと聞いているということらしいですね。で、まあそういうことでですね、まあまあ確かにそれは増収増益になりますよね。増収増益にはなります。ただね、まあじゃあ、全部の店、それもう政府の要請無視して、都の要請無視して やればいいじゃないか。という話もありますけども、全部やっちゃうとね、やっぱりまだやっぱり自粛警察っていうのが存在するんですよね。そういう嫌がらせをする輩がいるんで、やっぱり店ダメージ食らう、それが嫌だっていう風な面もあると思うんですよね。もちろんなんだっけ、まん延防止法だとか、あとそういったもので、罰金課される場合があります。罰金課される場合があります。ただ、それでも、まあ、最高で50万ですからね。最高で50万。店舗だったら30万ぐらいですか。なんで、そんな数十万ですよ。数十万の罰金なんで、まあ、それだったら、まあ、開いてもいいや、というふうな感じ。持ってもまあ、あれですよね。おかしくはないですよね。だから今後ですね、この11日で終わらないで、延長した場合、どれだけの店舗が、やっぱやめたって言って、やっぱやめたと言って、それでまあ営業するのか。ね、まあしかし、もう、なんていうか、やっぱ根本が狂ってますよね。この新型肺炎に対するその、対策は根本が狂ってる。ということで、やっぱり 100% 粗利保証すればよかったんですよ。何十億かかるか、何十兆円かかるか分かりませんけども、やっぱり 100% 粗利保証バーンってやる。そうすればもっと早くに、こんなね、今ぐらいに緊急事態宣言なんてやる必要なかったと、私は確信してますけどもね。どこまで愚鈍政権が続くのか。まあ、今年でまあ終わるとは思うんですけどもね、菅内閣は。なんでね、この記事を読んで、どんだけ、緊縮財政が、新型肺炎を抑えるのに、どんだけ、貢献しなかったのか。ね、どんなに、効果がなかったのか。ということがもう、今回のこの記事を読んでね、なんとなくもうパーンってこう、理解しました。で、だからこれからですね、12日でまあ緊急事態宣言、延長するんであれば、
どれだけの、いわゆる、まあ政府から見たら造反数出るのか。もうね、出さない、造反しなければ、潰れるっていう店多数あると思うんですよね。そういう店はもうやった方がいい。やった方がいいと私は思います。ええ。ただ、やっても、まあ嫌がらせとかあるかもしれませんけども、生きていくってそういうことですから。ええ。何振り構わず生きていく。うん。人間にとって一番大事な、大切なことだと思います。まあ、人に迷惑かけない程度にやれとは言いますけどもね。ええ、まあ、非常に難しいところではありますけどもね。まあ、今後どうなるか、ちょっと、様子見ていきたいと思います。とりあえず飲食店の、飲食店の方々はもう頑張ってください。頑張ってくれなんて、なんか嫌な言葉だとは思うんですけどね。まあ、本当に、まあ、潰れそうだったら、潰れる手前に、最後の悪あがきのようにね、店舗と再開するっていうのもまだ一つの手だと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。